オルドカムは AWM。はい、モスコリです。今回はですね、まあ、とあるバグっていうのが治りましたんで、それを見ていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、そのバグっていうのが、まあ、こういうことの運営公式の方がツイートされまして、まあ、こんな感じでですね、クゴ式が進化できないのは、まあ、不具合ですっていう、ツイートされました。で、今日のですね、3時に、この不具合の方は修正されました。ちょっと一回見ていきましょうか。ショップの方のワークショップですね。はい、ワークショップで、今一番上の方に出てますが、クゴ式の方ですね、進化可能になったっていうですね、ここら辺修正されたっていう具合になってますね。バグだったんですね。ね、拡張できないのは。まあ、ガチャ入ってて、拡張できないのは、マジで意味ないからです。本当に意味がない。まあ、他のスキンとかもそうですけれど、まあ、ガチャとして入っているにもかかわらず進化できないのはマジで意味わかんないっていう具合なんで、まあ、そこら辺の拡張ができるようになったのは、まあ、すごくいいことなのかなっていう風に思いますね。まあ、メインはやっぱり複合式の方になるとは思うんですけれども、こちらできるようになってます。でかいですね。まあ、その代わり、一覧からね、とあるものが消えちゃってるんですよね。ちょっとま、重機一覧の方行って M4 にしましょうか。M4 にした時に、なんとですね、このラインナップの中に2号機ないっす。2号機 M4 ないっす。まあ、その第2弾以降のスキンですね。全部拡張可能になっていたんですけれども、そちらの方、拡張不可になってますね。そっちも不具合だったっていうですね。第2弾以降のスキンが拡張できるのも不具合ですし、まあ、クゴ式の方が拡張できなかったのも不具合っていう感じになってますんで、まあ、皆さん覚えとくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。おもろすぎでしょうね。どういうミスなのって感じですけれど。いや、M4 は残していいよ、しかもね。無料配布のやつでゲットできるんで、入手可能なものに関しては別に拡張可能でいいと思いますからね。まあ、一応そんな感じで不具合だったっていうふうに皆さん覚えておくといいと思います。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、また Android から iPhone や iPad に引き継ぎできるようにしてほしいですね、と。まあ、機能はね、一回そのサーバー間引き継ぎを実装する際に、まあ、いろいろ統合するんで一時的に停止するって感じで、廃止ではないって感じで言われてましたけれど、どうなるんですかね、あれも。まあ、発表してから結構時間も経ってるんで、一回なんかね、進捗を教えてくれるとね、すごい嬉しいかなっていうふうに思うんですけれど、まあ、なくてもいいんですけれど、進捗があると分かりやすいですよね。で、次ですね、Twitter 見たけれど、みんなできないからって怒るの良くないと。まあ、Twitter でね、結構言われてましたよね。トレンド入りしてましたもん。エヴァ、クゴ、進化でトレンド入りしているっていうですね。まさかの、まあ、それぐらいのなんか人気はあったんでしょうね。エヴァのね、クゴの方ね。まあ、人気があったからこそのトレンド入りですし、それぐらいまあ注目度の高いコラボレーションってことは、まあ改めて分かったかなって思いますね。まあ進撃の時も、まあその運営側が意図していないワードっていうのがですね、トレンド入りしていることっていうのが、まあ結構あったりしましたよね。まあ進撃とエヴァっていうのは、まあそれだけ荒野行動にとっては大事な要素、まあ大事な作品っていう、大事なコラボレーションっていうふうになってますんで、まあ進撃もそうですし、今回クゴの方も、まあ絶版の方してですね、なんて言いましょうか、まあある意味なんか自分たちの良かったコンテンツっていうのを切り売りしているような状態、再利用できないような状態にしてしまっているっていうのは、なんかもったいないような気がしますよね。そのクゴとか、まあ、進撃の M4 とかでもそうですけれど、もうちょっとなんかそこら辺を使ってですね、いろいろそういうなんかトレンドワードってのは取っていけたと思うんですけれど、なんかまあある意味もったいないですよね。まあ、そこら辺で不具合を出すたびにトレンド入りできるようなですね、まあワード、まあ、それぐらいの強さを持っている作品、スキンではあると思うんで、まあ配布とかいろいろね、しちゃったりとか、まあ今後も使えないっていう状態に自分たちでしてしまっているっていうのは、なんかある意味もったいないですよね。まあ、例えばね、その次コラボレーションする際とかに、まあ古い方のアニメ版のエヴァンゲリオンの方で、まあ、なんか侵食するみたいな、機械の方に侵食していくとか、エヴァンゲリオン自体に侵食するような人って、まあ、2体おったっしょ。あんな感じで、まあ、いろんな人が持っているエヴァンゲリオンのクゴの方、一応ショップの方でも確認できるようにしておいて、で、そのクゴの方が、まあ、違うなんか人に汚染されて、まあ、侵食されてしまっていて、見た目が変わってしまうみたいなですね、なんか不具合が起きましたっていう、バグが発生したっていう体にして、まあ、そういうイベントをすることによってトレンド入りさせることっていうのができると思うんですよね。はい。まあ、なんでなんかそういう感じで、まあ、エヴァクゴ式とか、まあ、進撃の方とかですね、まあ、使っていけばよかったと思うんですよね。まあ、進撃の巨人の方もですね、なんか巨人の様子がおかしいぞみたいな、うん、まあ、そんな感じでですね、進撃 M4 とか、あとはまあなんか調査兵団の方がね、新しい動きを見せるぞみたいな感じで、進撃の16の方とかも期間限定で見た目が変わってしまって、まあバグっていう体にするっていうね、人に侵食されてしまったことによってバグってしまいましたみたいな感じですれば、すごいなんかお祭り要素もあったと思いますし、まあ、プロモーションとしてもそこら辺の人気のスキンを絡めたですねものになるんで、結構ですね面白い感じのイベントになったと思うんですよね。そうやってなんか今ある使えるものっていうのをわざわざなんか安売りする必要なくて、むしろそこに付加価値をつけた状態で、まあ、売っていきつつトレンドも取っていくっていう、まあ、そういうイベントをされればよかったんじゃないかなっていうのは若干思うんですよね。まあ進撃もエヴァも使えない感じに自分たちでしちゃってますから、そこら辺なんか僕から見ると首絞めてるようにしか見えないっていうな感じにしか見えないですね。どうせやったらもうこれでもきっぱりとやめますってよりは、まあね、それを言わずになんかいいように使っていくっていう風にした方がいいと思いますんで、まあ、こういう行動とかでもよくなんか引退しますみたいな引退宣言する人多いでしょう。大体そういう人に限って帰ってくるわけなんですけど、
ど、本当に辞める人は言わずにどっか行きますからね。まあそれみたいなもんで、行ってしまったことによってなんかやりづらくなるってことは結構あったりとかすると思うんで、不安でよかったんじゃないとはちょっと思いますね。絶版にしなくてもっていうですね。まあ実際その進撃 M4 とかも、まあそうやってですね、絶版にしてしまったことによって、まあマガジンオールスターズの方で進撃の方が復刻されても、まあなんかもう進撃 M4 も一読もないから弱いよねっていう感じの、まあ印象になってしまっているのは事実だと思うんですよね。まああと1回ぐらいは進撃多分コラボレーションすると思うんですよね。アニメがあるんで。はい。まあそこら辺なんか流れを考えていった時に、まあ最後のコラボレーションだったりとか、次するコラボレーションの方が、まあしょぼく感じられてしまう可能性っていうのは十分あると思うんで、まあ劇中再現をしていたとしても、やっぱ古いものがないとどうしてもっていうのは、まあ今回見ていて改めて思いましたんで、まあそこら辺で多方面で攻めていくっていう、まあそれをするために、まあ昔のスキンっていうのは使っていく。まあそうやってなんか自分で首を絞めるっていうよりは、付加価値をつけることによって新しい展開に持っていくっていう、まあその中でまあ安売りするんだったらいいと思うんですけれど、多少ね、入手しやすくするみたいな、60金券のガチャの方で手に入るとかね、そんな感じですればいいと思うんですけれど、まあ自分でわざわざなんか首絞めるような方法を使う必要はないんだなっていうふうには思いました。で、次ですね、ふと気になったんですけれど、コアコードのガチャって、リアリティごとに確率を決めてから、その後出るスキンを決めてるんですかね、それとも、スキンごとの確率で計算しているんですかね、と。まあ多分、スキンごとの確率だと思いますよ。なんでかっていうと、昔、すごい昔なんですが、僕が検証したんですよね。すごくたくさん回せるガチャっていうのがありまして、そちらの方をした時に、やっぱですね、実数値の低いアイテムほど、まあ実際その書いている確率よりは、理論値よりも実数値の方が、下振れしやすいっていう結果になったんですよね。確率、1個のスキンに振られている確率が低ければ低いほど出づらいっていう、高ければ高いほど出やすいっていう。まあそれはワンパンマンコラボと今回のエヴァンゲリオンの復刻のガチャの方ですね。まあこれを比べていったらわかると思います。どちらも確率は、まあ大体 5% 前後ですけれど、今回のエヴァの方が圧倒的に出やすいっすよね。で、振られている確率は、まあ圧倒的に今回のエヴァンゲリオンのガチャ、まあ一つのスキンに振られている確率はでかいんですよね。はい、2倍ぐらい。はい、平均して2倍、3倍ぐらいあるっていうふうになってまして。まあ実際その実数値としては、まあ皆さんがですね、体感でわかるレベルで、まあワンピースの方が下振れしてますよね。まあそんな感じなんで、リアリティごとに選定していたら同じだと思うんですよね。その金額の出る個数っていうのが。でも実際は同じじゃないんで。ということはスキンごとの確率計算だと思いますね。まあそこら辺のなんか、やっぱ順番とかによって、計算の順番とかによって、実際のその実数値っていうのは意外と変わったりしますよね。まあ普通に計算するだけやったら変わらないんですけれど、まあそのパソコン上の乱数を使ってやる場合、その乱数の性質によってそこら辺が変動してくるケースっていうのはあると思います。で、次ですね。僕が今まで人生で楽しかったことって何ですかと。今まで楽しかったこと、難しいなぁ。めっちゃ難しい。いや、なんか、言うて僕毎日楽しいからっすね。はい。毎日楽しくて、一番なんて決められないよなぁ。まあ、いろんなことが今までありましたけれど。いや、一番って言われたら難しい。マジで難しいな。嬉しいってなんだ。マジ。難しいなぁ。結構俺なんかバカ時代からっすね。何でも嬉しいから。いや、なんだろうな。で、なんだろう。嬉しかったこと、いっぱいあるよ、もう。うん。数えきれないぐらいありますね。いや、嬉しいこと難しい。わかんないっす。いっぱいあります。まあ、正直な話、もうちょっと条件絞ってくれると話せると思います。